姫路市の公園整備などをめぐり、市職員に不当要求したとして、威力業務妨害で書類送検され不起訴となった市議の男性について、神戸第一検察審査会が公園整備に関する容疑について不起訴不当としました。姫路市の松岡弘之市議は、白浜地区の公園整備などをめぐる威圧的な言動が不当要求行為と認定され、 威力業務妨害の疑いで書類送検されましたが。神戸地検は今年4月不起訴処分を決定していました。姫路市は不起訴処分を不服として審査を申し立てていて。神戸第一検察審査会は。市議の言動は人の意思を制圧するに足りる威力を用いたと認められるとして。不起訴不当を議決しました。